聖マイケル、聖ジョージ勲章は、グレートブリテン及び北アイルランド連合王国の騎士団勲章。正式タイトルは、ザ・モースト・ディスティング・イッシュと、オーダー・オブ・セイント、マイケル・アンド・セイント・ジョージ。1818年、当時皇太子だったジョージ四世が、ウィーン会議の結果、ヨーニア諸島が、イギリスの保護領となったことを記念して創設した。その趣旨は、功績のあった。 同諸島及び同じくイギリスの保護領となったマルタ島の市民を検証するためで当初は地中海地域の保護領統治に貢献した人物が叙勲対象であった。その後海外にイギリスの保護領や植民地が広がるに従いそれらの地域も対象となっていった。そして現在では重要な公職を務めイギリス連邦及び外国との関係に オテヒ軍事面で功績のあった人物が対象とされている。イギリス連邦の国民に関しては、外交官や英連邦諸国の行政官等の公務員が主な対象であり、役職に応じてある程度自動的に授与される。また、軍人の場合も、先行ではなく、外地において民事等に関する任務についたものが授与対象となる。一方、王族への助訓は少ない。 外国人には保護領の領主や英国に駐在する他国の外交官、あるいは他国の政治家を送られる。女性に関しては、ガーター勲章やロイヤル・ビクトリア勲章が創設当初から女性王族へ授与されてきたのに対して、聖マイケル、聖ジョージ勲章はもともと王族への助勲が少ないこともあり、女王以外の自国女性王族への助勲は、 創設から100年以上されることがなかった。女性への叙勲が制度化されたのは1970年代以降で、それ以前では、デームグランドクロスは保護領の女王が叙勲されたのみで、ある。カナダ訪問に際して、聖マイケル、聖ジョージ勲章ナイトグランドクロス章の大受章と、聖章を着用したジョージ6世。ナイトグランドクロス章の大受章と聖章を着用した。 カナダ総督初代、トゥイズミワ男爵ジョンバカン名称は、イングランドの守護聖人セントジョージと大天使ミカエルに、由来する。モットーは、オースピショグミリリスイービー。セレモニーは、セントポール大聖堂で行われる。聖マイケル、聖ジョージ勲章は、イギリスの他の騎士団勲章と同様に、騎士団へ入団することが栄誉であり、騎章はその団員章として授与されるものである。すなわち、 叙勲されるということは、勲爵士団への入団を意味する。騎士団は、グランドマスターである勲主のもとに3階級の団員で構成されており、1等は男性がナイトグランドクロスで、女性はデームグランドクロス、2等は男性がナイトコマンダーで、女性はデームコマンダー、3等はコンパニオンの国が与えられる。このうち、ナイト並びにデームグランドクロス、 およびナイト並びにデームコマンダーはナイトの尺位を意味する。騎士団員、すなわち存命中の受賞者には階級ごとに定員が定められているが、王族のエキストラナイツおよび名誉団員として扱われる外国人は定員外である。希章は各等級とも同様のデザインで、金の地金に白い尻尾が施された七条の丸太十字で中心にモットーが書かれた勘がある。 缶の中には、表裏にそれぞれ牙で竜と戦うセントジョージと、右手に炎の剣を持って、サタンを踏みつけるミカエルが描かれている。これに、金の王冠の紐がつき、青、赤、青のパターンの投球に応じた樹で吊るされる。ポストノミナルレターズは GCMG。定員は125名。序列は、メリット勲章とロイヤルビクトリア勲章内と、グランドクロス。 デームグランドクロスの間に位置し、騎士団勲章中の順位は7番目である。騎章と共に、軽色と聖章が授与される。ただし、軽色は受章者が死去すると返還しなければならない。騎章は大樹を持って右肩から左腰へかける。聖章は銀色で7条の丸太十字と金の五項が組み合わされ、その上に赤いセントジョージクロスが置かれている。 そして中心にはモットーが書かれた缶があり、その中には右手に炎の剣を持ってサタンを踏みつけるミカエルが描かれている。裏側についているピンで左胸に留めて配用する。軽色は金星の座上でイングランドのライオンと白い尻尾が施された普通のマルタ十字およびセントジョージの SG 並びにセントマイケルの SM の文字がデザインされており、 中央の2頭のライオンは、それぞれ7本の矢を持っている。そして、軽色の先にもたのものと同様の気象がつく。これらの他に、ナイトグランドクロス及びデームグランドクロスには、騎士団の清掃用のローブが定められており、セントポール大聖堂の天井には、騎士のバナーが飾られる。日本人では、松方正義よが最初に受賞し、山本ゴンベイらも受賞している。 オーストラリアの行政官やビクトリア州知事を歴任した政治家ウィリアム・バンネック・ポストノミナル・レターズは男性が KCMG で女性は DCMG 定員は375名序列はバス勲章ナイトコマンダーデームコマンダーとロイヤル・ビクトリア勲章ナイトコマンダーデームコマンダーの間に位置する気象と聖章が授与される気象は ナイトコマンダーは十字を持って首から下げて、デームコマンダーは左胸上部、肩のあたりに蝶結びのリボンで留めて廃用する。聖書は銀色の丸太十字が2つ組み合わされた八芒星で、その上に赤いセントジョージクロスが置かれている。そして中心にはモットーが書かれた缶があり、その中には右手に炎の剣を持ってサタンを踏みつけるミカエルが描かれている。 裏側についているピンで左胸に止めて配用する。ポストノミナルレターズは CMG。定員は1750名。序列はバス勲章コンパニオンとロイヤルビクトリア勲章コマンダーの間に位置する。ちなみに、これら3章はいずれも3等勲章だが、ロイヤルビクトリア勲章は5等級あるうちの3番目なので、コマンダーと称されるのに対し、バス勲章や聖マイケル、 正常時勲章は三等級であり、その最下級なので、コンパニオンと呼ばれる。希少のみが授与される。希少は、男性コンパニオンは宙字を持って首から下げて、女性コンパニオンは、左胸上部、肩のあたりに、蝶結びのリボンで留めて廃用する。オリジナルの銃にはバックルがついており、胸につけることもできる。イアン・フレミングの小説の主人公。 ジェームズ・ボンドは1953年に受賞したとされる。君塚 P222 から223、255から258、君塚 P258、君塚 P258 より、ありがとうございます。